西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる生薬解説、本日は蓮肉になります。水蓮科の多年草、蓮の果実の殻を取ったものを用います。蓮の地下茎はレンコンとして日本でも様々な料理に使われ食されています。一方、蓮の実は日本ではあまり食べる習慣はありませんが、中国ではアンチエイジングとして補人の食材として知られています。漢方の働きとしては、胃腸虚弱による下痢、食欲不振に用いる健脾作用、胸苦しさ、不安、動悸などに用いる安神作用などがあります。代表的な処方に、慢性的に胃腸が弱く下痢や食欲不振が続く場合に用いる人嶺白術散、排尿異常などの泌尿・生殖器症状を伴う神経衰弱症状やだるさに用いる精神蓮心などがあります。ぜひ覚えてみてください。それではまた。